今回、いろんなことがあってアルバムを作ったんですけれども、もう10年ぐらい前かなぐらいからいろんな人にソロアルバムを作らないか作らないかとかっていろいろな人に言われてて、でもその頃の僕の状況っていうかポジションが、片方ではこう浜田のツアーでライブをやってて、それから片方ではいろんな人のスタジオワークとか手伝ってて、ミュージシャンって割とどっちかライブだけでもやっぱり煮詰まっちゃうし、スタジオだけでもなんていうのかな、こう欲求不満がたまるんだけど、僕ってなんかすごくバランスが良くてね、なんか自分のポジションが居心地いいもんだから、こうそこから一歩抜け出すっていうのがすごくなかなかできなくて、でソロアルバムを作るっていうことがなんかその頃ってものすごくね、なんか特別なことをやんなきゃいけないような気がしてたんですよ。でもところが、去年さっきお話ししたようにサックスの古村君が、ソロアルバムを作ってね、でここでちょうどここでそのライブをやって、僕それ見に来たんだけども、その時になんか古村がこうどえりゃ楽しそうにね、自分のやりたいことをやってる見た瞬間に、なんかこれだったらなんか自分も楽しめそうだなと思って、じゃあ作ってみようかみたいなんでいろいろ始まったわけなんですけれども、というわけで今日は本当に、わざわざこんな親父のためにありがとうございました。では最後に一曲ほどやります。迷った時はこの
て寂しい。